はい、じゃあ 1P 側が、高安寺高さん、今日銀切符取ったということで明日のエリア決勝進出ということでおめでとうございます。チームメイトは今日金切符を取りましたボブさんのクリフ、そしてトーンさんのジャスティス、 AJF さんのアンジのチーム。スピー側がラークメイ金切符、テレサジャム金切符、レビータンのカトーラスコキスレイヤーとなっております。明日はね、タカさんに風神の加護がねあるかもしれませんで頑張ってください。さあ、テレサ対タカンジ、さあ、B 番内はじゃあアダムが来たら聞いてアダムにお願いします。足割り差し込みから前ヘスラー、ここは前系ガードポイントで総派生から画面端押し込む、しかし強気に足割り返して風神対戦に行け連打、お互いに殴り合いプレイ、殴り合いプレイヤーですのでね。あ、そう、電話来てるんでやばい。さあ、龍神、さあ、風神を通して龍神にして、あ、龍神、風神なんつった、俺忘れてた。一応しっかりガード、あの後補充が仕込まれていることもあるんですけども、ここは強気に返して画面端オンまでスクランで画面中央。さあ、切り替え手段が2つのスタンプ溜まっていますので、ここは強化剣道を返して前ハイスラから激輪激輪画面端、前ハイスラ追加で FB で、さあ、パクるかといったところ、 FB やっぱ避けて下段から 2S で避けていく、対策して FB 輪一本。選手は高安寺、はい、何度、おお、すげえ、足払い避けて潜り込んだ、 2K 出して金 S マイピー画面端、さあ、激輪で対空潰していくが KS ハイスラー、金 S 透かして前ハイ、暴れを買ってガードポイント、今回らが技でキャンセルできます。前ハイスラー前もか、それ出すとか、まあいいや、しっかり星取って画面端マイピーから出すと防ぎりーん、コンボが怪しいが、ジャンプエース引っ掛け、空中ダッシュ、お互いに助け、裏当たり、しっかり確認からジャンプ D まで勝ったな、高岸。疑憤をして我に及ばず、タカさんのレバー入力がガチャガチャけど、ゼクスからやってるんですよね。タカさんフォルキャンダッシュしてた時に台壊れちゃったんじゃないですかそれ。B どこ呼ぶの、どこ呼べばいいの、もうないね、 OK。 さあ、出てくるのはレビータンのカトラスコキスレイヤー、さあ、それでは行きましょう。さあ、高さんなんちとレベッカさん、さあ、前線8P、この 8P がスレイヤー戦結構有効ということで、アンジ使いの方は結構振っていきますが、どうなるでしょう。 8P をクッシュシュ潰して、ここはまずはバストを使わせていく。さあ、前線前線、無敵のついた移動でゲージも回収しつつ捕まえて一気にダメージを奪いたいところですが、ここの勝ち P がやはり強いですね。ダメージ、さあ、投げ抜ける、ジャンプですから FBD して、あー地上くらい安くなって、天神客中央に行って警戒、足払い差し込み、ハイスラ風神から金 S までつないでオン。さあ、削って、さあ、ゲージマックスのスレイヤー、タッチピー連打して、タッチピーが普通に刺さる。さあ、ジャンプ系、ここは落ちてしまっている、前ハイスラからアンダープレッシャー、カウンターヒットを持って中段タッチ系 2K から、ここはハイジャンプ、アンジのハイジャンプはね、斜め方向に飛べるって非常に便利ですね、こういう時。前ハイスラから空中ダッシュ、ここは逃げたいが風神が力強い、
しかしこちらの FBD しても力強くてお互いに殴り合い PK S からちょっと待ってどっちでしょう投げを抜けているがマイピーまあ完全に信頼してまあ支配 SD したからクロスワイズ PK2KD 落として置き攻めは下段からジャンプ S 投げを抜ける見ているさあコパンから投げを通して硬すぎるコパンが速いマイナス3ということは、禁止でも無理ですね。スレイヤーのコパン4フレだっけ。さあ 2K からダメージ。さあここバックステップで足払いをしっかり下げていく空中昇降して、ここはワソ使わないともう危ない。さあタッチピーからジャンピーに切り替えて対空しっかり見ている。風神で中段潰して風神タッチピー4中央ガーフンわー吹っ飛ばしていく FB ファイルわーダストタッチピー S 潰すジャンプ S のね1段目は3フレームということで非常に強いですね。よいしょ有利取って画面足 P 回からさあ P 回もね2敗戦で返されるのもありますがここは無理やり通してガードさせてからのタックを通すタッチ K でしっかり殺しきる高岸が2立て。さあ行きましょう。ラークメイン対するは高岸。足抜けがここは2敗すら画面足、まあ、ラークさんのサイドは相手に付き合わず上からこうね距離の見えないタックを仕掛けていく感じですけどもここは捉えていったのは高岸。さあ横いるかここは地上くらいなので問題なし。中央に逃げて空中ダッシュジャンプ D まで無理やり繋ぐがここから始まるメイのターン中央に落とさず画面8かコバンスカッシュの投げからどっちでしょう前系の回路重いともスタンプで潰しておーっと力強くいくタッチピーから普通のコンボもう一回いっちゃうあーダメでしためっちゃ弱ってるさ、すいませんでした、ね、さあ一本選手はラークメイですうまいオーバーヘッドクロスジャンディさあガリアジ空中上げさあ得てマイピー空中ぐらいおっとエフリン立ち合いするいやーねえ、ハイソラ風神から画面端こちらしっかりガーフを決めておっとスタンプヒット中央で落とされてしまうかコパンから落ちてどっち表から飛ばしてキーさしあいさらイルカまで大会に出たらマイナス600円あだめちゃんちょっと時間が来てしまったのであと頼むわおごめんはいジョニオさんお疲れ様でーす。さて、2P 側対象ラークメンに対して、4人チーム、時報の、AG ファンチさあアンジ2枚目6回は届かず投げを通すシッツ重ねて立ちハイバックセガリになってるがなぎはまで全部出す達者足払いダウン置封陣通してオンで FB リン
キンエスオン、これはこのスキル一本選手エジフアンジ。あ、B 兄弟 C 兄弟、の時代になっております。ガンガン対戦しちゃってください。6回あーしばらい封じ潰している裏ガード投げ封じ立ち消しばらい警戒どっちで今の表か封じ一足飛びからオン入らず反撃は投げ画面端レシーブ中断6ピン届かずジャンプD間に合っている KS 下段選択肢金 S 6P 横いるかバスト使うオーバーヘッド飛ぶ FB リンバストガードポイントこう一斉大きい青キャン出て警戒拾いの PPA オンが入らないワンチャンス生まれて届かない遠距離 S 勝ったのはエジフアンジすぎ上げきまーす。じゃあね、負けトーナメントはもうすでに決まってあるので、じゃあ勝ちトーナメントを、進めていきましょう。じゃあ今勝ちました、ボブさんのチームと、投げさんのチームボブさんのチームです、はい、N さん、FAB さん、投げさんのチームですタカさん、タカさんの名前どうやってこうアルファベット3文字にしようかと思ったんですよ。ああなるほど。はい。すいません、少々お待ちください。で、すいません、少々お待ちください。大丈夫っすね。で、テイク OK で、配信開始で、いやー早いです、ほんと早いですね。さて、では、お互い先方決まりましたね。では、スタート。